またジャンクをいっぱいもらいました。嬉しいね。汚れがひどいね。一つずつ見ていこう。当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。こんなにあるんだよ。よし、ということでね、依頼と、まあ、いただいたもの、依頼といただいたもの混じってますけど、まあ汚れ等が、ね、あったジャンクもありました。おー、フル洗浄、全部フル洗浄して綺麗にしました。これはいただいたやつだね。フェラーリの自動巻き、これも綺麗にね、洗浄、フル洗浄かけて、ちょっとこのユーズがね、ちょっとまあ斜めになってんだな。ちょっと甘い感じがしたので、ちょっと削り込んで、深くまで入るようにしました。まあ大丈夫でしょう。照明がCマスターかな、これ。Cマスター。これは綺麗だったな。これもまあフル洗浄かけて。これは全然動いてましたね。稼働品、全然稼働品。めちゃくちゃかっこいい。めちゃくちゃかっこいいじゃん。ここのマジかっこいいな。今あれだね、まあ夏だね。夏の時計だな、これは。やっぱこうちょっと冬だとこうシャッケシャッケ夏の時計だ。いや、かっけえな。いや、ありがたいな。これはありがたいな。すげえありがたい。よし、かっこいい。ブライトリング、ブライトリングのフォーベントレかな。ベントレクォーツです。クォーツベルトはちょっとね、洗ってみました。洗ったら、まあ、まだ使えそうだったんでこのまま使います。うん、革もいいね。これはオリジナル持ってるんですよ。ベントレはオリジナル出てすぐ買ったのかな。フォーベントレ出た時めっちゃ斬新な時計でね、こんなでけえ時計かっこいいと思って。わあ、いいじゃん。いいね、めちゃくちゃいいね。ベントレいいな。もう今廃盤になっちゃったけどね。いやー、かっこいい。で、あとはロジェ・デュブイのコピー、これもまあ汚れがひどかったんでフル洗浄かけて稼働します。ちょっとね、なんかね、時刻合わせがちょっと怪しい感じがしますね。でもまあこのままいけるでしょう。うん、大丈夫そうだ。フランクミューラーのコピー、クォーツです。電池もなくラブタのビスもないので、ちょっと加工してね、違うビスをつけました。ネジ穴を広げて違うビスをつけて完璧に復活できました。これもクォーツですね。で、AP のコピー、これもこの2つもクォーツでした。これもきちんとね、稼働させることができました。
クォーツだけどね、うん、全然いいな、全然いいんだが、むしろこれでいいんだが、最近はまあ特にあれだよね、あんまりこのクォーツでも何でもいいなと思うようになっちゃって、でこれは依頼品ですね、依頼品自動巻きのクレイジーアワー、これも裏蓋が全然ダメで加工してビスをつけました、綺麗に復活できましたね。こっちもフランクミューラー、こちらも自動巻きです、こちらも裏蓋が全然ダメでビスを新しく付け直してね、直しました。完璧じゃん、完璧だ。でこのベルト関係はね買いましょう、これはあれだね。でこのロジェ UV はちょっと特殊なベルトなんだよね、ほらこういったベルトだから、でもベルトはもう、ボロボロだし、これ使えるかな、こっちは特にボロボロなんだよな、ちょっと洗ってみる、いや洗ったところで全部取れるよなこれな。ではね見ていきましょう、見事に復活できました、ベルト関係も新しく購入しました。じゃあベルト関係だけのものでいいかな、うん、これはまあそのまま、まあ、ベルトは再利用ですけどね、綺麗だったんで、これもベルトは再利用でした。うん、かっけえなこのもの、かっこいいな、かっこいいのよ、ここもねちゃんとくっつけてあります、のこのメダリオンみたいなのも接着剤でくっつけました。ではではベルト関係見ていきましょう、この4つはねボロボロだったベルト関係をきれいに見事に復活できました。まずはフランクミューラーのコピーですね、これはクォーツだったんですよ、クォーツで、うん、まあクォーツでも全然いいんですよね、秒針がないですし、クォーツだとなかなかわからないし、何もこのねものすごくシンプルです、ベルトもね新調して、このねダブルバックルタイプっていうのかな、こういうのちょっと探してこれにしました、かなり良くない、いいよねこれ、すごくいいのよこの感じがさ、このシンプルで、うーんどうですかこれ、この感じはいいよね、すっきりとしていて観光総裁にも持ってこいな感じの一品となっております、いやありがたい、この薄さがやっぱりねいいね、これねかなりお気に入りです、ちょっと綺麗にしてみて、かなりお気に入りかなりお気に入り、やっぱりねジャンク復活ってすごく楽しいですよね、うん、こういったこの復活させた時の喜びというのはかなり大きいもんでね、愛着がかなり湧くんですよ。では次ですね、ロジェ UV です、ロジェ UV、こちらはかなり厚さが、このねラグ幅がかなり大きかったので、これ実はねディーゼルとか それ系のベルトを使用しました。でまあカットして、ここの真ん中はカットしてあるんですよ、カットしてね、で作りました、作った感じかな、これはディーゼル系のこのあれになるんだね、ベルトになります。これもかなり存在感がある時計だよね、横長の時計になってますから、これまた変わった時計でね素敵じゃないですか、いや本当にありがたいな。ベルトはかなりねボロボロだったもんで、それはまあ新調する形にしました。ちょっとこの辺は特殊なサイズだったので、まあ、ちょっとなかなか探すのは大変だったけどね、いやー綺麗、綺麗でね、フル洗浄もかけてるのに、そのやっぱりジャンク特有のその汚れっていうのがあって、まあ外装はもちろん汚れてるんですが、この中身がね、中のその油の蒸発でこのガラスがレンズが曇ってるっていうのも結構あるので、その辺を綺麗にするだけでもかなりね綺麗になります、この雰囲気っていうのがガラリと変わるので、意外とそういった時計、曇ってる時計ある方はね意外と洗浄してみるといいですよ。では続いては
オードマンピゲのコピーになりますね。これも実はベルトロミ買いました。結構このオードマンピゲのコピーはそうなんですけど、ここのねネジ、あの穴、これ固着で取れなかったり中で折れたりっていうのは結構ありました。これが結構多かったんだよね。中で固着が多くて半分ぐらいもうネジがダメだったね。まあそれはそのまま仕方ないと思って接着や止めだけど、本当はネジ山切ってねやるのがいいんでしょうけど、まあいいやと思って自分でやるもんだし。でベルトも新調しました。ベルトは赤ですね。赤に赤、このいいじゃないですか、いやらしくて。これもねクォーツです。メカクォーツって言ってたけどメカクォーツじゃないね、メカクォーツじゃなかったですけど、いやこの存在感はいいよね。赤に赤、こういったあのやっぱりねジャンク品のその復活の際に一番最後に出てくるこのベルトの復活、ベルトをこう綺麗にしてあげると最後もう完成という風なイメージで、でこうなんかなんていうのかな、この雰囲気わかる、いややってやった感があるのでね、ものすごく楽しいんですよ。これはものすごく好きなんですけどね、ジャンク品復活が。よし、これをくっつけて、やっぱりクォーツなのでね本当にねパパッとできるから非常に楽です。合わせなくてもいいからね、すでに合ってるからこういう時非常に楽だね。でこちら、こちらはねダブルバックルじゃないんだね。ほらこういった、ここにもでもちゃんとあのシリコンバンドでサイズを合わせて買ってます。これなんか特にあのここの腐食がひどくて半分ぐらいネジもうダメになって折れてました。ただ半分ぐらいここのね頭はあれで接着剤で止まってます。まあ仕方ないよね、こういうこともよくありますから仕方ないんですけどね、よくあるよこういうことはさ。でまあ自分で使うもんだから別にこれでいいやと思ってます。自分が気をつければ水も入らないですからね。でこのカモフラのこのシリコンバンドと、いやいいじゃないですか、これも綺麗に見事にね復活できました。雰囲気いいでしょ、これ夏だねやっぱりね、夏半袖でなんかでね白い T シャツにねわがままバディをピシッと決めてね、決め込んで腹を出してビール腹を出してね、この時計こういう時をねやるとねかなりいやらしさがあっていいんじゃないでしょうかなんだそれ、なんだそれって感じですからね。いやーありがたい、本当にありがたいな、楽しかったな。いやー本当にありがたいですね、ジャンク品をこういただいて。でまあ依頼品もあったのでね、依頼品も綺麗に復活させてあげて、まあかなりいろいろもらったのでね綺麗にこうすることができて、いやーいいな。あれ反対につけちった、枕反対だ。よしってことでジャンクをね復活させてあげる。今回はやっぱりねジャンク復活させやすい状態でしたね、させにくい状態っていうのもやっぱりねジャンクの中にはあるので、そういったものも次回ちょっとねこれは無理だなっていうのもねちょっと紹介していこうかなと思います。今回はねこうやって綺麗に復活させてあげることができましたから、ありがとうございます。ということで、いやー見事に復活しましたね。ベルトもね新しく買いましたよ。ベルトともこのね曇りなんかと除去してあげればもう新品よ新品よ、新品までじゃいかないですけど、まあねこの辺のやっぱり傷なんかはやっぱりありますけど、このまた綺麗にしてるこの傷っていうのはまたいいんですよ。あのジャンクの良さでさ、なんていうのかな、新品とはまた違うこの使い込まれた感、しかしながら綺麗にしてるというこのね、こういうの結構好きなんですよ俺。ベルトが新しくなるとこれも綺麗に見えるじゃないですか。使い込まれてはいますが綺麗に使い込まれてるといった雰囲気になるんですよね、これほらこのラバーなんかちょっと取れちゃってはいますけど、このボタンのねプッシュボタンのラバーなんかはね取れちゃってますけど、まあ、そこもまた一つの味ですから、
これはまたこれでコレクションさせていただき、クォーツがやっぱり多かったですね。クォーツがやっぱり多くてね、ブライトリングはの周りもクォーツだったんですよ、うん、親父に取られました親父に取られたオリアルって言ってた、親父に取られました。ありがたいです。みんな綺麗に綺麗に復活した。気持ちいい、やっぱ復活させるとね気持ちいいんですよ。この時計がこう生き生きしてるというか、うん、またこのねこう力を発揮できる場をいただいたような、この時計にもねなんかこう活気がみなぎってるんですよね、うん、こういうのが非常に好きなんですよ。時計自体も元気になってるような気がしてありがたいです。やっぱこういったジャンク品の復活っていうのはやっぱり依頼として出すとねかなりのねお金がかかる場合もあります。ベルトだとか洗浄だとか、あといろんなものの不具合があったりもしますので、やはりこういったものはやっぱりあれですね、趣味としてできる人は本当に一つの趣味としてやるのがいいです。これをまあ、ね、時計屋さんとか依頼に出すとやっぱりかなりの金額かかったりしますから、こういうのは自分でコツコツやれる人、自分でコツコツこうやって綺麗にしてあげるっていうのはね、ないとこの復活への近道です。やはりジャンクですからそこまでお金をかけれないっていう人はね、ぜひお礼ください。大好きですからジャンク復活が大好きですから。またね、でもねジャンクでもねどうしてもねダメなやつもあります。あ、これダメだなっていうのもあるんですよ、うん、これはどうしても無理だなとか、まあ、例えばレンズの割れですね。レンズの場合は普通のオーソドックスな丸だとかはいいんですよ。例えば四角になるとか、あとちょっとね、ドーム型じゃない、このフランクミューラーみたいな、こういうふうな、これも四角でしょ？こういうのだったり、ちょっとこう、樽型であったりとか、ああいったものはね、やっぱりね、復活は厳しいね。そこのレンズが割れると、どうもできない。あれを見つけるということができないですからね。そういったものはやっぱり厳しいですね。厳しいその復活できないのもありますからね、極力まあ復活させるようにしてるんです。こうやっていただいたものはね極力まあ復活させるようにしてるんですけど、どうしてもダメなやつも本当にあります、うん、そういうのはやっぱりこうパーツに回っちゃうんですけどね、今回は見事に復活できましたね。ありがとうございました。いやーいいね、時計が生き生きしてるもん、いいですね、本当にありがとうございます。今依頼品もかなり綺麗にね、まあ、できましたから、まあ、全部この一緒にやったんですよ。この俺がいただいたものとその依頼品とまあ全部一緒にこう作業するような形で綺麗にするときは、ね、一気にバーンって全部洗っちゃいますから、一気にこうやってまた一気に進めたという感じですが、ありがたい、本当にありがたいな、ワクワクしたな、これはワクワクしました。こんだけのルールジャンクは、ね、やっぱりワクワクします。ジャンク好きですからね。いやー本当にありがとうございました。ということでね、こういった日々の作業はインスタ、ツイッター、そちらによくアップしております。そちらのフォローもよろしくお願いします。あとはあれですね、終了依頼なんかはやっぱりね、インスタ、ツイッター、そちらにメッセージを飛ばしてください。いかんせん、いかんせんかなりの件数いただいております。相当に待ってもらいます。ありがたいですね。相当に待ってもらいますから、その時間だけですね、やっぱりかかります。その時間のね、時間に余裕を持って、時間かかってもいいよという方はぜひメッセージ飛ばしてください。依頼対応させていただきます。ただね最近は自信がついてきてます。でもねやっぱりダメなのもやっぱりね依頼の中にあります。本当に復活できないのとかもありますから、まあ、そういったものはまあその都度ね連絡しながらってことになりますけどね。ってことでいただいたジャンク品そして依頼品ともども見事に復活することができました。ありがとうございました。ということで本日もご視聴ありがとうございました。いやー嬉しいね。こっちに